それでは小倉記念に出走するアイススともの吉村調教師です。よろしくお願いします。いやもう夏本番いう感じになってきましたね。そうです ね暑くなってきましたね、はい、先生は暑いのはお好きですか？どちらかというとあんまり好きじゃないですね。好きじゃないです、サラブレッドもやっぱり暑いのはあんまり好きじゃないですよ ね、やっぱりね、もうそう言われてますよね、昔から、はい。まあ、あのですから、まあ、調整過程なんかやっぱりちょっと難しかったりするじゃないですか、まあ、でも、ね、去年と比べるとだいぶ今年は暑くなるのも遅かったんで、そうですね、まあ、その辺はあんまり問題なく来れてますけど、はい。さあ、そしてこのアイスストームなんですけども、もうなんか名前からしたらどっちかといえば寒い方が強そうな名前ですけれど、アイスストーム自身はどうですか、この今夏場調整。あ、もう問題ないですね、はい、あ、問題ないですか、はいはい。じゃあ、まあ、力をしっかり出せる状態になるということですね。そうですね。さあ、その力なんですけれど、この2走を見てると、うん、何かまだまだ奥がありそうな感じがするんですが、いかがでしょうか。うん、まあそうですね、3走前、4走前も、まあ、範囲もはっきりつかめてましたし、まあ、ここ2走が特に結果に結びついてるっていうこともあってね、強くなったなっていう印象もあるかと思うんですけど、まあ、特にその大きく変わった感じはないですね。おお、そうなんですか。まあ、噛み合ってきたかなっていう、もともと動けてましたし、調教も、はい、うん、まあ、前からまあ期待してた馬ですし、うん、はい、ようやくじゃあこの馬の歯車が合ってきた。そうですね、うん、ちょっと展開、展開向かずとかいうのもありましたし、うん、まあ、展開向かずということですけども、2走前は東京で32秒後、もうちょっともう今の現代のサラブレッドとしては極限の切れ味ですよね。まあまあトス少なかったですね、スローでしたんで、まあ、上がり勝負になったということで、うん、はあ、でこの上がり勝負で、対応して32秒後という時計を叩き出したアイスストームが、次は、まあ、多頭数の競馬で、はい、同じ後方からなんですが、今度はハイペースになって、それもなおかつ、まあ、しっかり差し切ってですから、まあ、スローになって上がり勝負になろうがハイペースになろうが、まあ、すごく従順な馬なんで、乗り手の指示に対して、ね、まあ、その辺もすごく競馬しやすいタイプなんで、まあ、いろんな展開にも対応できるところだと思いますけど、ね、まあ、でもやっぱり決め足ですよね。うん、そうですね。さあ、今回はその決め足を生かすには、さあ、小倉の短い直線ということになるんですが、うん、そのあたりはいかがでしょうか。うん、まあ、小回りも去年の函館以来になるんですけど、はい、まあ、その辺はね、もうジョッキーになるだけの方ですし、うん、もう特に言うつもりもない、うん、はい、まあ、しっかりした状態で、あとはジョッキーにお任せするという形を、まあ、我々の仕事をしっかりしておく、はい、そのしっかりの馬はもうできているということですね。そうですね、はい、まあ、この後ここをもし勝てばだいぶと夢が広がるそうですね。うん、まあ、ね、まだまだこう今からまだ成長していって積み重ねていかなきゃいけない馬なので、まあ、まずはトライタイトルを、はい、取らせてあげたいなと思います。それではフォアの皆さんに最後に抱負をお聞かせください。まあ、こう今2連勝できて波に乗ってますんで、まあ、なんとか状態もね、いい状態で出走できそうですので、応援のほどお願いします。アイスストームの吉村調教師でした。ありがとうございました。